江戸は天保時代のど真ん中、あと30年で明治に突入しようという頃のお話でございます。徳川幕府、つまりお武家様方の政治も色あせまして、金へ金へと草木もなびく不穏な世の中、そんな騒がしい時代のある秋のお重夜の晩、また一つ異変が起ころうとしております。国の藩より壺かぶります。ようござんすね。ようござんすね。しょう。何しゃがる。イカ様じゃねえか。何？てめえ何の丸だこら。だこらよ。イカ様だこの野郎。小判は歯が立たねえ。それでも一両小判だよ。続くもんだぜ。こんなとこに蕎麦屋が出てやがる。まったくで。おやじ、蕎麦くれ。それ酒もだ。へい。へい。よし。しかし、こううまくいくとは読まなんだ。あいつらでけえ図体してるがよ。間抜けなやつばっかりだ。ちょいと地位があればよ、金なんざすぐに手に入るんだ。クソ真面目には暮らしてるやつらの気が知れねえな。ちげえねえ。利口なおわにさん方にちと話したいことがあるんだがな。波風。なんか言いようがい、ドクロ侍。とぼけるな。ようよう月が回ってきた賭場を勝手に荒らしやがって。俺に何か挨拶があるだろうが。おわにさん方よ。さあ、何のことだか、とんとわからねえな。ふざけるな。ニスケ！ご苦労だったね。明日中に顔出しとくれ。へい。あれも。あ。
巻いてきやしたのに。手間だったね。しかし何だか今日は妙な晩だね。まあこんな不景気な世の中ですからね、あっちもこっちも物騒なことが起こっても何の不思議もねってことですよね。あんなケチな戸晴らしと一緒にしないでおくれ。いやもちろんでさ、姉子の仕事は人助けだね。己の欲に目がくらんでるやつだとは天と地ほども差がありますわね。いやけど今日はなんか別ですね。だって俺は大月さん出てんのにこんなに暗いしさ、なんか薄気味悪いったらありゃしやすい。本当だね。あんたねえ、ちょっとくたばってやすよ。いや生きてるよ。熱はないが冷たすぎもしない。まるですやすや眠っているようだ。あの野郎の裸を長々と眺めるもんじゃありませんぜ。ほっといていきましょう。平助、お前ひとっぱしその辺のうちに行ってこの人の羽織るもん安排しておくれ。まさかこいつ連れて帰るつもりじゃねえでしょうね。なんだよ、こんなところにすっぱだかのまま捨ておけしないだろう。姉子、物好きにも程がありますよ。えこんなどこのどいつか素性の分かんない野郎拾ってたら俺ろくなことになりゃしませんぜ。何言ってんだよ平助、この人は立派なお侍だよ。おみな、こんなところにタコがある。町人にはこんなだこでけしないさ。姉子、こいつは侍じゃありませんぜ。え侍がこんな妙な頭してますか。それにね、こんなところに倒れてるなんぞ、どんな訳があるのやら分かったもんじゃありませんぜ。いいよ、どんな訳があったって。こんないい男、こんなところにすっぱだかのままほっぽり出して帰りやしないよ。姉子。あ、そうかい、ならいいさ、もう頼まないよ。私がすっぱだかのまま背負って帰るから、どきな。ちょっと、あれも分かった、分かったから、そんな野郎から手離してね。分かりましたよ。そうかい、悪いね、兵さん。姉子はもう言い出したら聞く耳持たないからね。それじゃあ、ひとっぱし行ってきますよ。悪い。冷たいよ、サンタ。おはようございます。おはよう。おしんばもよしねえな。本当にそんな男のやつ来たのか。夢でも見たんだろ、おしんば。そんなことはない。私は夜中に別の来てはっきり見たんだ。いい男だったよ。知られねえんだ。今日は八幡様にもう出る日だった。うっかりしてた。なんで行けつけねえのが来たよ。ちょっと寝込んじまってね。あ、いや何、大したことはないんですよ。ただの風邪ですわね。急に冷え込んできやがったからな。親分さんも大変だね。いや何、当節盗っ人も小さくなりやがって、大取り物なんて大抵久しいや。夢中になって追いかける相手がいねえとこの家業も面白いことなんてあらしねえからなあ。おきぬ結構なことじゃありませんか。お縄を預かる親分さんには悪いけど、盗っ人も悪人もいない天下太平の世の中が私は好きだね。うん、まあ本当にどこにも隠れてなきゃめでたいことだろうかな。戻ったのか。私はどこへも行きませんよ。さあってもうひとまりするか。茶くらい飲んでいけ。人間誰しも苦手ってもんがあるんだよね。また風向きのいい時によるら。
冗談じゃないよ。人が骨折って江戸から出たこと隠してんのに戻って抜けってなんて、相手はおかっぴきじゃないか。いい加減に押しよう。そうか、しくじった。いや、これ悪いことを言った。許せ。ん？こんなに怒るところを見るとやっぱり仕事か。はい、お茶。うまい。やはり絹の入れた茶は何者にも買いがたい。何言ってんだよ。こんな長屋でお殿様気分になろうったってそうはさせやしませんよ。何を殿様になろうとか、絹を奥方にしようとか思っておらん。ただ男と女つまじく暮らせばそれでいいではないか。もうずうずうしい旦那だよ。人の顔見ればすぐ口説きが始まるんだから。まあ、そう通見するな。ええねえな。で、その相手って一体誰なんで？波風辰之助って浪人者ですよ。波風？薄汚ねドクロ侍でさ。知らねえな。大事な稼ぎを根こそぎ取られちまったんだ。叩き切らなかっただけ運が良かったって諦めんだな。冗談じゃねえですよ。なら、いつか目に物見しちゃうな。おお、このままじゃ済まさねえぜ。そう、生きり立つんじゃねえよ。兄貴、20両ですぜ。いや、みんなで50両だったかもしれない。おお、そんだけやらよ。今頃は吉原繰り込んでよ、お大臣にでもなれたろうによ。あ、兄貴、ほんの5両でいいんだ。もう一月も道とせにご無沙汰でよ。断るよ。悪いがな、このとこ手元不如意で5両どころか1両も出せねえんだい。まあ、おめえたちも少しは地道に勤めるこったい。はっ、兄貴の口からそんな言葉聞こうとは思いませんでしたね。まったくだ。お、お、兄貴、兄貴。そうですね。何が案の定だ。いやね、姉子の物好きが過ぎるから波風の旦那が報れるんじゃねえかと案じていやしたよ。おい、拾ってきたってのはまことなのか。本当さ、くどい旦那だね。お重屋の晩に千住で拾ったのさ。ねえ平助。へえ、そうですよ。西新井の薬師堂の近くの石踏みの根元にね、すっぱだかで転がってやして、これで姉子はね、その野郎の裸にすっかり惚れ込んじまってね、胸板が熱いの、腰の子をキューッと。よしな平助。そうだぞ平助、男は面じゃない。ごもっとも。いや、しかしあの野郎一体何者なんですかね。まあ、不幸を呼ぶ前触れじゃなきゃようがすが。はい。動いた。あ、動いたよ。若造めやっと目覚め。また動いた。ねえ、どうしよう。あ、揺すって起こしていいもんかね。いいからほっとけ。眠り病なんだから起こすことはねえだろう。そうかね。ここ江戸城には様々な役職のお武家様がおられますが、将軍様のおそばに仕える茶坊主もその一人。この男、高知山宗春、天保の世にその名を知られるゆすりたかりの天才であります。そちの入れた茶は一味違うの。そちの茶を飲むことが勤めに参る何よりもの楽しみじゃ。ありがたきお言葉、痛み入りましてござります。何やら奥が騒がしいようじゃな。はあ、よからぬことをお考えになる殿様がおいでになるようで。おお、景富にござります。この御前に厳しきおり、江戸の商人と手を組んで富くじを売りさばく者がおりますなど、この宗春にはとても信じられません。もしそのような噂がご公儀に達すれば、
切腹の上お家はお取り潰しでございましょうな。駿河様、いかがなされました？いや、おやおや、私のお茶はお口に合わないと見えますな。こちらは、はい、そちは何を存じておる？は、何も。ただ札差の森田屋には恋の者がおりまして、どこぞの殿様と悪さを企んでおるようなのでございますが、その殿様が、どこの殿様だったか聞いたような聞かぬような。もうよい、分かった。五穀使いの者を差し向ける。いつもいつもお心遣いを賜りありがとう存じます。私は駿河様より頂戴いたしますお茶菓子が大の好物でございます。今度の秋葉様のお祭りはさぞかし綺麗にこしらえられることだろうよ。はい、いつもすまないね、おきぬさん。何言ってんだよ。こんなに頂戴しちまったらあんたの取り分はないだろうに。そんなことないよ、たんと儲けてるしさ。そんなことない、そんなことないよ。あ、ご苦労さん。新吉ちゃん患ってんだってね。これおかみさんに渡しとくれ。あんた貧乏人の神様だ。おやおやおや、ずいぶんたくさん作ったね。君も人がいいな。一仕事した稼ぎをみんな他人にくれてやることもなかろうに。親父さんの血を引いたんですよ。代々受け継がれている盗賊の血のことか。切符の良さでさ。姉御の親父さんもね、しみったれたとこはこれっぽっちもなかった。まあご自分はいつも貧しい暮らしをしてましたけどね。俺にはよくわからん。そうでやしょうね。平助、おいで、出かけるよ。へい。旦那、芦田の稲山にその野郎には一切お構いなしですぜ。分かっておる。こんな小さな花をこしらえて暮らしの足しにしている長屋の連中が私は愛しくてね。姉御の胸の内はよく分かりやすよ。どんなことをしてでも肩入れしてやりたくなるんだよ。ありがとうございました。おっと、ごめんよ。何すんだ。悪いな、こんなところに桶があるとは気がつかなかったぜ。まったくで。ふざけんじゃねえよ。何の真似だい。人が丹精込めてこしらえた花台無ししやがって。笑わせるね。何が丹精込めた花だ。こんな花こしらえてよ、おめえ何のつもりなんだ。いや、花房組のお絹さんよ、お重屋の晩はたんまり稼いだんだろ。少しはこっちに回してくれても罰は当たらねえぜ。何言ってたんだ。てめえら遊び人なんぞにくれてる金が一文たりともねえんだよ。うるせえな、じじやすくんでる。なんだと。おいおい、なあ、おきぬよ、何もこっちはよ、てめえの稼ぎをくれって言ってんじゃねえんだよ。こっちの稼ぎを返せって言ってるんだよ。お前たちの稼ぎ知らばっくれんな。薄汚ねえドクロ侍がよ、俺たちからかすめ取ったお宝もどうせてめえが吸い取ってやがるんだろ。ドクロ侍が取った。おきぬ、とぼけるのを大概にしねえとよ。いい丁目見るぜ。何すんだこの野郎。訳の分かんなくて抜かしてんのはお前たちの方だろう。いつまでも難癖つけてると痛い目見るのはそっちだよ。あ
ち上がれ。兄貴。兄貴。おめえら天下の往来で何くだらねえことで騒いでやんだよ。己のものを己で取り返そうとしたまでさ。こんな相手にざまねえ。あれさ、すまなかったな。怪我なかったかい？おためごかしの口聞きやがる。ゆすりたがりの茶坊主が。てめえ、よし上がれ。でも兄貴、こいつら花房組の。ああ、いいじゃねえか。この方たちが裏で何をなさってようが表向きは親切を気取りてえんだよ。おいらと同じだよ。あいにくと同じじゃないね。ゆすりたがりで私腹を肥やしてるお前さんたちとは私は点で違うんだよ。ああそうかいそうかい、その通りちった違うわ。はっ、宵越しの金は持たねえなんぞぐらいのことを言ってパッパと参じちまうんだよ。おいらな正直なんだよ。稼いだものはてめえで使うんだ。親切ぶって人様に分けてやったらしねえからな。くっ相手が悪いや。さあ行こうか。ああまだ大門くぐりはちょっと早いかな。今夜の田楽はうめえぞ。一杯引っ掛けてから行こう。兄貴それじゃ。ああ金は天下の回りもんだ。けだし名言だな。なんだ俺が何をしたというのだ。あんた、あの薄汚い野郎から金取ったんだって？薄汚い野郎？あいつらのことか。なんであんなヒルみたいなやつから金取んだよ。あんたのおかげで私まで往来で飛んだ恥かかされちまったじゃねえか。まあそう怒るな。あいつらは賭場を荒らしたのだ。だから俺が罰してやったまでだ。人まで殺してかい？あいつらから金取ったってことは諏訪町の二助殺しもあんたの仕業だろ。殺されても仕方のないやつも世の中にはいるのだ。何度も言ってるだろう。私は血の匂いは嫌いなんだよ。それがわからないならもう二度とここへは来ないでおくれ。わかった、俺が悪かった。おきぬ、まさに切り立つな。うん、おやおや、またですか。へえ、あれを天変だ、野郎が来てしまった。なんだって、うん、探すんだよ、早く、あんたも平助、あっち探してくれ。あんたも分かった。正気じゃねえや。止まっておいで。私が見えるかい？本当にもうダメになってんのかね。名は？生まれは？ここどこですか？喋った喋ったよ。喋れるんだよ。ここで何を？ずっと寝てたんだよ。寝てた。やっぱり行かれてる。西新井の薬師堂のところで倒れてたのは私が、ここ私の家に私が連れてきたんだよ。西新井、千条橋の近くだよ。そうですか。そうですか。なんだそれは。うるさいね。名は？あんたの名はなんて言うんだ。名？
何も思い出せない。吉原が明るくなれば家は闇。花の吉原はまさに不夜城のにぎわい。金を手にした有象無象が一夜の夢を結びに集まってまいりますが、この吉原紅おしろいの陰で、まあ、今日で申します官民癒着や談合のご常連にとって欠かせぬ場所でもあったようでございます。風が出てきたな、森田屋。はい、この分ですと日は瞬く間にお前の悪党面はもう見飽きたわ。おい、道戸瀬どうした。道戸瀬は、道戸瀬呼べ。はいはいはい、ただいま。すぐに。すぐにと言ってすぐ来た試しがないではないか。永井様の気を引きたくて、おいらがわざとじらしてるんでございますよ。調子の良いことを申すな、森田屋。悪い虫がついているのではないだろうな。いやいや、めっそうもございません。天下の加藤改め永井様ご寵愛の花魁に手を出す不届き者などどこにおりましょうや。そのような輩がいたらわしが成敗してくれるわ。直さん、直さん、もう戻らないと。そんなに長いに会いてえのかい。よう言いなんす。みんなお前のためじゃないかい。俺のために嫌な客に抱かれんのかい。なあ、道とせ。戻らないよ。私は奈緒さんと死ぬ。死ぬ？このままじゃいつか私はどこかのひひじじいに見受けされちまう。そんなことになって会えなくなるくらいならいっそのこと。おいらん、道とせ。おいらん、もういい加減にしてくれよ。泣く子も黙る火付盗賊改めの永井様だよ。もうちった身の程もお考えよ。道戸瀬はどうした。道戸瀬は、道戸瀬、わしを愚弄するとったらではおかんぞ。まあまあ、永井様今すぐ手前が呼んでまいりますから、お座敷にお戻りを。これまで茶坊主、長袖物ごときがこんなとこで何をしてるんだ。存分に袖の下をせしめて放蕩三昧とは許せん。それ直れ。これはこれは、長井五右衛門様でございましたか。失礼をいたしました。あまり大きなお声なのでどこぞの田舎侍かと存じました。長井様とは。何だと。札差の森田屋とご一緒でございますか。元手のいらぬ上手な遊び方でございますな。何と申した。茶坊主風情の私などにはそのような粋な遊び方及びもなきこと。お目障りでございましょう。おいとま申します。茶坊主、待たんか。待て茶坊主。おい、長いと森田屋か。ほど腹が減ってたんだね。何も覚えてなくても腹減るんだな。当たり前だよ。おい、七市の風来坊さんよ。そんなに慌てて食わなくても飯は逃げやしねえよ。風来坊なんて呼ばないでおくれ。あ、私この人の名をこしらえたんだ。名を？本当の名が分かるまでの仮初めの名だよ。はあ、石踏み弥十郎。へえ、いい名だろ。この人を拾ったのがお重屋の番だったから名は弥十郎。石踏みの根元に眠っていたから姓は石踏みにしたんだ。
あんた石踏み野獣郎か。そうだよ。お前さん、今日から石踏み野獣郎だよ。石踏み野獣郎、もう随分探し出したぜ。姉御、相撲部屋まで覗いちまったよ。なぜね、この旦那尺があるからね。どうでい。なんだいこの柄は。姉御、文句一個なしだよ。なんだって柄より竹で選んだんですから。まあ仕方ないか。ちょっとお立ちよ。似合うね。やっぱりいい男ってのはどんなもんでも様になるね。つまらん。つけ盗賊改めの永井五右衛門、本来は放火や強盗などを取り締まる役人ですが、彼が実はとんでもない大悪党。おい、嫌な風が吹き上がるな。他の方々は帰られたんですか。ああ、帰したよ。まあドクロのやつはもう散々ごねたけど、もうほっぽり出してやった。このうちにはもうお前さんとあたしだけだよ。八次郎さん、お前さん本当に何もわからないのかい。私だけには本当のことを聞かせておくれよ。悪いようにはしないからさ。ちょっとなんだ、どうしたんだ。聞こえないのか。え、子供の泣き叫ぶ声。え、燃えてる。火事だ、火事だよ。ちょっと野獣郎さん、坂本町だ。案ずるな、ここから遠い。坂本町って。いや、わからん。ともかく日は案ずるな。おい、道っとせ。おい、道っとせ。タロキ！
ひとまずはあっぱれ。